負けないくらいでっかくなるだ。はーい。兄ちゃんはいたずらにいい反応してくれるかね。楽しみ。バレてたの？女。兄ちゃん、やっぱしアメリカ修行で腕を上げたね。うん。今回は兄ちゃんと二人か。アミもいないし。ずっとみんなと一緒だったから、兄ちゃんと二人っきりって、少しわびちいね。そんなことないけど。でも、いっそのこと、このまま兄ちゃんと旅に行っちゃうのもありじゃない？思春期のクライマックスにふさわしいじゃん。自分探しの旅に出よう。そんで自分を見つけて連れて帰るのだ。ん？自分を見つけるって迷子ってことなのかな。迷子な自分ってなんだろう。まあいいか。かわいそうな迷子の自分、早く連れて帰ってあげなきゃ寂しいって震えちゃうよ。兄ちゃん、そいつは言わねえ約束だよ。旅がしたいっていうかね。みんなと一緒もいいけど、たまには兄ちゃんと二人っきりもいいなって思ってるんだ。マミだけの特別な兄ちゃんでいてほしいじゃん。ね、兄ちゃん。やったー！マミだけの兄ちゃんだ！今だけお買い得、マシマシってことだね。兄ちゃんはマミが認めたマミマスターだからね。これからもよろしくね。仕事が終わったらちょっとだけ二人で寄り道して帰ろうね。だって今はマミだけの特別な兄ちゃん。